しゃべちゃん始まりました。ハミンです。みのりんです。りなです。よちゃんです。よろしくお願いします。今回は、はい、ハリのおっぱい VS 柔らかいおっぱい。イエーイ。ハリっぱい。どっちがモテるかって話ですよ。どっちがモテるかって話なの。これそれはシャーベットの中で、まあ、柔らかいおっぱいって言ったら、まあ、うちらかなみたいなアウトになるから、ハリのおっぱいって言ったら、ハリのおっぱいって言ったら、キュウちゃんとリナちゃんがハリのある、まあ、あとはわかんないおっぱいだったけど、なんていうんだ、なんでこういうこんだけ変わるんだろうね。確かにね、見た目とかさ、同じものや。例えばなんかトレーニングめっちゃしてるから上がるとか、トレーニングしてるんだけど、そうですよね。割と2人とか結構柔らかい系でトレーニング系してるのに、でもここから壊れるじゃん。確かにね。これなんでなんだろう。なんなん、遺伝なのかな。なんやねんやろうね。でもなんか張りのあるおっぱいの人って結構私服着てても巨乳の人たちなんだろうみたいな感じがすごいですよ。すぐ分かる。隠せなくて、確かに意外と隠してるもん。そうなんだよ。でもアーミンは、まあ、ニット着てるから分かるけど、普段 T シャツとか着てたらアーミンが巨乳って分かんない。全然分かんない。めっちゃ着痩せするし、いやいやみのりんとかもこの辺が細いからさ、確かにめっちゃ、だからさ、水着とかになってめっちゃ巨乳みたいなイメージなんだけど、うちらってなんか何着てても、おっぱいが歩いてる。そうね、おっぱいが歩いてきた感じする。おっぱいが歩いてきた感じする。おっぱいが歩いてきた感じする。しきれてないからね。なんかさ、強調して見えるよね、普段。そうなんだよ。しかもね、多分ね、重いのよ。重いね。それはね、そう。なんていうの、詰まってるか。何が入ってるの。具が。何具何が入ってんだろう。脂肪じゃない。脂肪じゃないんですか。でもおっぱいは脂肪。なんかさ、普段なんか2人が共通してさ、なんか好きなものとかさ、ない。食べ物。なるほどね。え、じゃあせーので好きな食べ物よ。はい、せーの、ラーメン。違う。まあでも恐竜ちゃんはよく食べるイメージ。あ、食べますね。でもご飯をよく食べるね。食べること結構好きな人多いよね。多いよね。メナリン的にはどっちがモテるかって話をしたいわけね。まあそう、まあ、なんか男の人の目線からしたらさ、まあでもこれもなんか分かれるよね、きっとね。柔らかい方がいいとか。いやでも柔らかい方が絶対いいやろ。なんか分からんけど、いや実際うちらもめっちゃ柔らかいよ。全然硬くないけど分かる。張りがあるだけ。張りがあるだけで、張りがある。なんていうの、硬くないのよ。こう水着を着た時にうちらはモリってなるわけよ。谷間が結構モリってなってさ、寝転がってもなんていうの、おっぱいみたいな、横もおっぱいみたいな感じなのよ。でも二人に関してはここが細いんだけど、ここにこうおっぱいって感じなのよ。なんか分かる。流れるからね。分かるよ。こういう感じ。うちらはもうゴーンって感じで、二人はこういうお椀型と静か型っていうのが、あ、そう横から見ると、これって実際柔らかそうなのが絶対男の人はこうパフパフしたいから、あ、触りたくなる。え、でも流れちゃうじゃん。めちゃめちゃ流れちゃうから自分でやんないといけないのよ。何自分で動かさなきゃいけなくない。え、流れるおっぱい、どうやって動かせんの、こう。いや違う、自分でもしパフパフされたい人がやった時に自分で動かさなきゃいけない。でもりなちゃんとキヨちゃんに関してはじゃあお前どうぞっていう感じね。あの、でもどうぞっていう、こういけるじゃん多分。うちら流れちゃうから、まず骨と骨って感じね。そうそう、まず骨からのどうぞって言った。わかる、言ってる意味。なるほどね。そういうので考えると、ハリのおっぱいいいなとは思うよ。なんかね、むずいよね。でもね、難しいです。本当に太って見えるし、なんか鳩骨みたいなにも見えるし、ごつくも見えるじゃん、体が。それが嫌だなって思う反面、でもこれ年取っても意外と取れてないんですよ。そうだね。多分15ぐらいから巨乳になって10年経ったとしても意外と位置変わってなくて、いやそれいいと思う。これがこのおい良いのかなって思う。ああ、年取った時に、だってうちのおばあちゃん、あの、垂れすぎてこうやってるもん。そういうこと。うちのおばあちゃん、うちのおばあちゃん巨乳で、いやマジおばあちゃんになるとね、おっぱいってめちゃめちゃ垂れるから。で、巨乳の人だったからね、いや、巨乳やったらこうなるんやで、覚えとけ。でもさ、こうやって、もうこうやってやればよくね、もうこの手の下みたいな、こんな位置も考えられない。
ないけど、だからもうタオルみたいなことになってんだよ。もう大人になってもさ、なんかさ、いきなりなんかボクシングジムみたいなとこ通っちゃってめっちゃジャンプしてたらさ、結構痩せてきちゃってこっからしてくるの大体、とか、まあ、ジャンプするの大体垂れたりするじゃん、あれだよね、クーパー人体が切れたらおしまいっていうね、もう戻んないんだよね、切れたらって、ね、でもなんか高校生の時のおっぱいって今全然違うと思う、うちも違う、めちゃめちゃなんなら張り合ったの昔で、セカンドの DVD かなんかで、めちゃめちゃジャンプしたのよ、いや本当にセカンドからセカンド、いやでも本当セカンドからね、おっぱいが違うの、だからファーストのおっぱいとセカンドのジャケットのおっぱい全然違うから、その間に何があったの、そんなに切れたの、そんなに切れたそんだけめっちゃジャンプしたけど、そう、めちゃめちゃジャンプして、これ分かりやすいんですよ、みんなよく言うのだから、よくファーストの方が青山良かったとか言われるんだけど、あ、おっぱいの、その張りが違うな、そう、張りが違うから、セカンドどうしたみたいな、痩せたみたいな感じになってて、痩せたわけじゃない、クーパー人体切れただけ、ちょっと後で見てみよう、もうぜひ、まあ、とりあえず、はいはい、まあ、皆さんが何をするかっていうのは、あおみんのファーストの DVD とセカンドの DVD を見比べてください、はい、もういいってことだよね、はい、ということで、はい、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。以上、しゃべちゃんでした。